どうぞ。はい、皆さんこんばんは。第42回裏美容師麺カンティン日始まりました。イエイ。はい、さて今夜の MC 美容師のカナンの谷口です。そして新井智美です。さて、始まりましたこの裏美容師麺カン TV を、は担当する美容師さんが自由にいろいろと語れる番組だそうです。そうですね。はい。で、前回は木村さんと前原さんが担当されました。素晴らしい。はい。ということで、今日は自由にお話をさせていただきたいと思います。はい。よろしくお願いします。今日は外ですね。今日は外ですね。外だ。どこですか、ここは。ここは、みんなわかりますか？わかりません。わかりませんか。わかります。石井さんどこですか。ここはまさか。まさかまさかな。まさかまさかの。ザギンですか。ザギンです。イエーイ。あー、テンション高いね。はい、テンション高めですね。はい。で、ということで、皆さんからのご意見、ご質問などもお待ちしておりますので、美容さんだけでなく、一般の皆様のメッセージもお待ちしております。お待ちしております。はい。で、はい、自己紹介をここでやっちゃいます。あ、中入りましょうか。入りたいですね。ということで今日は銀座のミンツダーリングにお邪魔しております。じゃーん。じゃーん。行きましょう。どうぞ。はい、じゃあどうぞどうぞ入ってください。入ってください。階段から始まりますか。今、石井さん、カメラワークのこと、石井さんのカメラワークのこと、店内に入ってまいりました。店内はこんな感じになっております。こんな感じになっております。銀座っぽいですね。銀座っぽいですね。ただいま営業後で、いろいろ、そうですね。じゃあお邪魔して、あちらの方に。じゃあ、それでこちらです。はい。はい、到着です。はい、到着しました。はい、すごい。はい。さて、まず、はい、まあ、自己紹介からさせていただきます。はい、自己紹介を。はい。はい、改めまして、カナンのスタイリストの谷口智美です。よろしくお願いします。改めまして、カナン美容師カナンスタイリストの新井智美です。よろしくお願いします。はい、はい、で、はい、お互いのすごいところを、うん、ちょっと話そうかっていう。あ、いきなり始まるんですか。です、ね、始まってますね。いきなり始まるんですか、その話題は。私いっぱいありますね。何何や。はい、新井ちゃんのすごいところ。え、もう始まるんですか。え、これで始まっちゃっていいんですか。始まっちゃってもいい。あ、雑談でもいいですよ。雑談しちゃいますか。今日は谷口さんの司会進行なので。そうですよ、珍しく私しゃべるのめっちゃ、はい、下手くそなんですけど、はい、すごいハイテンションでね、今日は一生懸命テンション上げて頑張っていきますので、はい、本当に質問とかあったら、はい、ぜひお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まあ、スタッフが用意しました質問とかがあるので、はい、それを、ね、最初順次でやっていただければ。はい、はい、了解です。お題1、じゃらん。もう自己紹介。あ、終わったね。自己紹介は一応終わりでいいんでしょうか。はい、もっとなんかやっぱ、あ、多分あとの話を聞いてよ。自己紹介になるので。そうですね、そうですね、いいと思います。はい、いいと思います。はい、じゃあお互いのすごいところ。お題 2？ はい、お題2ですね。お題2、お互いのすごいところ、うん、はい、30秒以内で。30秒以内、どう思うよ。うん、じゃあ谷口さんから言ってみましょう。いいよ。はい、よー。え、数えるんですか。え、ちょっと待ってください。30秒。え、
かと。私から見て、あいちゃんのすごいところは、あいちゃん、ほんと数えてる、ちょっと待ってください。すごいところは、もう、いつも、本当に明るいんでしょ。いつも笑顔で、誰にでも、誰にでも優しくっていうか、その、誰にでも変な言い方ですね。本当に親切で、優しくて、いつも前向きに、これ面白いね。いつもハッピーオーラを出してて、もうなんかブレない、この、天真爛漫なとこがすごいなって、本当に。はい、ありがとうございます。私のいいところはすごいことないんで、いや、すごいんですよ。全然すごくないんですよ、はい、10秒で、はい、スタート。谷口さんのすごいところは、まず自分をとてつもなく持ってるところです。あの、全然ブレないんですよ、考えてることが。で、A 型なので、あの、基本マイペースから始まるんですけど、あの、すごくきちんとしてるし、もうダメなことはダメって叱ってくれるし、なんかすごく頼りになるので、なんかこう、パッと見ポーっとしてそうなんですけど、すごく頼りになるお姉ちゃんです。はい、23日ぐらいは一応早く生まれてるんで、お姉ちゃんなんです、一応。そうなんです、はい。はい、で、次ですね、自分の得意なスタイルやテクニックをまた30秒以内で教えてください。そして解説をお願いします。お願いします。解説、まあ、それはまあいいとしていいとして、はい、自分の好きなスタイルですね。はい、じゃあ谷口さん。はい、好きなスタイル、得意なスタイルか、うん、私は結構自分のお客様はロングの方で、髪をツヤツヤに巻いたりとかする子がすごい多くて、うん、だん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 それが得意になってきたなって思うんですけど、うん、ロングスタイル、スーパーロングスタイルだったりとか、ツヤツヤな髪を、が、を作るって言いますか、ツヤツヤな髪にするのが得意です。ツヤ髪の、ツヤ重視です。ツヤ命だね。得意ですね、そこは。そうだね。じゃあ、新井さんは、私知ってます。何？ショートですね。いや、違う。すごいなんかショートです。ショート決めちゃった。そうです。ショートが上手いんですよ。あ、そうみたいですね。わかんないですけど。じゃあ30秒。1、2、3。あ、もう始まってるんですか？あ、じゃあ、どうぞ。あ、2、1、キュッ。あ、そうですね、得意なスタイルは、あ、基本自分がショートなので、やっぱショートスタイルすごく大好きです。でも、サロンでは逆にそのお客様に合った、ライフアークに合った、スタイルを提案するのをすごく大事にしてて、やっぱ女性って、その生活のリズムに合ってないと嫌じゃないですか。あと、そういったところを一番大事にして、スタイルを提案したりするのが好きです。で、お客様とスタイルを考えるのが大好きです。以上です。素晴らしいですね。でもショート好きですね。ショート好きですね。勝手に言っちゃいました、はい、大丈夫です。はい、で、次のお題に行きます。はい、最近楽しかったことを、あ、で答えてください。はい、ですか。いっぱいありますからね。すごいいっぱいあるんですよね、楽しかったこと。さっきなんか言ってましたね。すごい楽しかった、はい、すごい楽しかったことがあって、石井さん聞いてもらえますか。石井さんに聞いてもらえる。なんか石井さん、お客さんで、この間、まあ、カナンパーティーみたいなのみんなでやったんですよ。カナンパーティーです、はい、なんか今度で、まあ、なんで知ってらっしゃる。やって、まあ、ちょっと大盛り上がりして、そのまあ二次会みたいなので、私と、あと谷口さんと、あとモデルの安野舞ちゃんと3人でゲーバーに行ったんですね。で、ゲーバー行って、で、まあ、いい感じにこうお酒を飲んで、すごく盛り上がっていって、で、その日ちょうど私が帽子をかぶってたんですよ。で、そしたらなんかゲーバーのすごい生きのいいお姉様がなんか急に私を麦わらのルフィみたいな感じでなんか言ってきて、あ、でもちょっと待って、ちょっと一個だけいいですか。あれちゃん寝てたんですよ、ずっと。私の背中の後ろ、こういう状態で寝てたんですよ。で、大丈夫か彼女って、すごいもう隣の後ろですごいことになってるよって、帽子も落ちそうだし、大丈夫この子みたいな感じで
そうなんですよ。飲みすぎた。だいたい飲んでると一回休憩をしたくなるんですよ。絶対休憩しますね。そうなんです。一回休憩してで起きて。で、なんかまあそういうので、なんか何を思ったのか、なんかすごいその、ルビーの決め台詞あるじゃないですか。それをなんか、投げかけてきたんですよ、なんか。いえいえみたいな感じで。で、私、生まれて初めて、大好きなんですよ、ワンピースが。なんですけど、生まれて初めて、俺は海賊になるっていうのを、超でかい声で、ゲーバーに響き渡るぐらい、でかい声で叫んだんですよ。そしたら、イエーイとかなんか盛り上がって、周りも。すごい。俺もなるって言ったんだよ。俺はなるって海賊王にって言われて、海賊王にって言われて振られたんですよ。そしたら俺はなるって言ってたのに、俺はなるって急に起きたんですよ。そう、でもあれがすごい気持ちよくて、うん、楽しかった。面白かったよ。すごい楽しかった。真横にいててびっくりして。でも、ワンピース好きだったら多分一度は言ってみたいセリフだと思うんですけど、そんな言うタイミングとかないじゃないですか。しかも人前でそんなでかい声叫ぶなんて、多分そんな経験したくてもできないじゃないですか。もうできちゃってなんかすごい嬉しかった。そういう体験しました。楽しかったんですね。くだらないですね。確かにね、すっごい、私も面白かったです。すごい目覚めちゃいました。びっくりしました。はい。はい。谷口さんの最近楽しかったことは？最近特別楽しかったこと、うん、何ですかね。いっぱいあるじゃん。いっぱいありますね。いっぱいあるじゃん。なんだろう。知らん。でもそのピートークはやめてください。ピートークできないので、楽しかったってびっくりさせられたのが、その日なんですけど、その日にカラオケにみんなで行ってたわけなんですけど、うん、そしたら急にね、まいちゃんときえちゃんが、AKB の涙サプライズ、涙サプライズを歌ってくれたの、うん、歌ってくれって言った、歌ってたんですよ歌ってたんですよ、はい、で、そしたらね、そうです、そしたらなんかこういい感じの感じのところで急に扉が開いて、お誕生日おめでとうみたいな感じで言われたんですよ、はい、で誰の誕生日だ、誰の誕生日と思って、4月の何日だっけ、4月の中旬ぐらいだったんですよ。中旬ぐらいだったんですよ。誰の誕生日ってなってたら、2人の誕生日を前祝いしてくれたんですよ。そうなんですよ。5月なんですけど、はい、しかも5月の1日と24日なんで、まだまだ先なんですよ。全く予期してなかったんで、本当にサプライズですよね。そうだね、びっくりしちゃう。あまりにサプライズで、誰みたいな感じでわーってなったのがすごい面白かった。びっくりしました。いい子だしな。いや、めっちゃいい。けいちゃんとなのちゃんがいい歌を歌ってくれて、可愛かった。ありがとうございました。楽しかったね、会話ね。楽しかったですね。ねえ、そうなんです。そうね。楽しかったですね、それ。うん、うん。はい。で、うん、次ですね、次のお題。はい。じゃん。ちょっとお題を言いますか。うん、うん。今日実はここに来た理由がありまして。はい。はい。ここっていうのは？ここ、ダーリンに来た理由がありました。はい。そうなんですよ。ゲストをゲストを、兄貴を、ゲストを、はい、私たちのお兄様をお呼びしております。わー、ゲスト入れましたね。入りました。はい、ダーリングの大山です。イエーイ。ちょっと顔がでかく見えて嫌だな。はい、ちょっと後ろ行きます。今日はね、ダーリングの方に来ていただいて、まあ、新井さん、谷口さんもどうですか。いや、前にも2人で髪を切りに来させていただいたんですけど、すごい、うん、なんか高級感が溢れていて、ね、店内白い。薄いな、白いとか何ですかそれ。シャンデリアもないし、なんかセントラルの感じっていうんですか、うん、セントラルの雰囲気を銀座に持ってきましたみたいな感じで、すごく落ち着くんですよね。
私もセントラル店に5年、入社して5年間いたので。そうだね、はい、なのでなんかシャンデリアとかこういうね、ね、すごい。そうですね、なんですよね、やっぱり。そうですねまあそうですね、トラディショナルっていうテーマで内装してるの で、ね、はい、伝統的なものと現代的にアレンジしたものです。はい、でもやっぱりセントラルからのお客さんとかが多いんですけど、やっぱり皆さん喜んで帰っていただいてるので、本当に。あと立地の方もね、非常に好評です。さっきも外で最初オープニングしたんですけど、楽しかった。楽しかったですね。あ、楽しかった。はあ、ティファニーを。そうですね、前にロケーションは最強ですね、ティファニー目の前。でも他にそこにティファニーが見えてます。そうです ね、ティファニーね、本当にティファニーさん、プラダさん、すごいですね。と見えてるので、すごい、はい、もうすごいね。石井さん、すごい石井さんがどっかに行ってしまったのでそうですね。じゃあはい、ここで進めていきましょう。司会進行をお願いいたします。はい、じゃあ小山さんが、はい、美容師になろうと思ったきっかけは何でしょうか。あー、きっかけですね。まあいろいろあるんですが、説は、はい、聞きたいですよね。はいはい、聞いたことないですよね。聞いたことないです。僕は山口県の出身なんですけど。あ、そうですよね。ちょっとちっちゃい町じゃないけど市なんですが、そこで当然ね、ユニセックスサロンに行ってたんですよ。はい、男女ともにねやってくれるところなんですけど、いつもね思う通りに全然なんなくて、毎回思い通りになんないんですよ。で、そこの美容室に行くと、2回に1回ぐらい美容師さんが変わっちゃう、変わっちゃうとかいなくなってるんですね。で、こんなに思い通りにならないんだったら自分で切ってやろうと思って、自分でこうちょくちょく切り始めたんですよ。え、自分の髪の毛？そうです。なんかめちゃめちゃうまくいって、うん、結構向いてるなーなんて思ったんですね。ちょっと入ってください。はい、聞いてる？つまんない。やれるから。辛いから俺も、やっぱり。接客やってるし。大丈夫。それで、やってるんだけど、もう、あ、向いてるなーなんて思ったんですよ。で、他のね、友達とかの髪も切っても、喜ばれることが非常に多くて。もう、すごいですね。まあ、でもその頃から結構、受け身美容師だったね、その頃は。はい。要望に応えて、喜ばせるのが好きだったんで、なんか簡単だったんですよね、逆に。すごいですね。はいはい、でもそれがきっかけです。はい。ないよ。リアクションあんまないしね。まあ。谷口さんつまんなかったっていうことで。はい。あ、いいと思います。マイペースなところ。そうっすね。伸ばしたいです。基本的に受け流し。そうだね。はい。あとなんかない。あとなんかないのじゃないか。はい。ただん、え、これどんどん。これ、新井ちゃんのもちょっと聞きましょう。そうそう、新井ちゃんのそうきっかけもね。新井ちゃんの美容師になろうと思って。いらない。いらない。いらない。ないんだ。ビューティフルライフを見てた。あー、それにしましょう。浅め。違うよ。違うよ。でもいいよ。でもいいよ。じゃあ、あなたにとって理想の美容師とはどんな美容師ですか？あー、大山さんスタイル。俺からなの。うん、まあいいや。あ、いろいろでもね、僕も、美容師でもう20年ぐらいになるんですけど、長いですね。意外とね、もうね、なんつうんだろう、5分の1世紀っていう。はいはい。はいはい。まあどうでもいいです。どうでもいいです。やっぱりあれですね、変わってきますよね。一番最初に思ってた理想っていうのは、独立してマイワールドを作りたいっていうのがすごくあって。上回る。はい。あ、もうすでにありますよね。いやいやいや。あ、じゃあ、違う。語弊があるね。で、大山ワールドを作りたかったんです。はい、うん、で、大山ワールドを作るために、ミンクスに入って、お客さんに たくさんのお客さんに支持されて、まあ、いろんなこう考え、まあ順番があるので、順番を踏んでいくに従って、うん、なんかね、そういうスケールとか、箱作りとかっていうよりは、やっぱ生涯美容師でありたくて、ずっとやっぱりハサミを持ってる美容師さんの先輩が、好きです、すごく。で、そういう人の背中を見て、自分自身もそうなりたいし、それってハサミでずっと切ってれば美容師が続けられるわけじゃなくて、ずっと支持してくれるお客さんを持ち続けることじゃないですか。年を取っていくにしたがって。そういう美容師さんは、
理想としてますね、やっぱり。はい、真面目な話ですよ。真面目な話聞きたいんです。真面目な話です。バイオさん結構面白いことばっかしゃべるので。よしきたな、面白いこと喋んなきゃいけないみたいになってる。いや、真面目な話しないとやっぱね。そうですね、まずいかな。真面目な話。ありがとうございます。いや、はいはい、すいません。ありがとうございます。すいません。次は、あれ次の新井ちゃんの理想の美容師。そう谷口さんの聞きたいですね、うん、私の理想の美容師、はい、あ、私は、難しいというか、私の理想はですね、美容師になろうと なろうと思ったきっかけもそうなんですけど、まあすごい若い時から、ちっちゃい子供の時から美容師になりたくて。そうなんですよ、実は言うと小学生ぐらいの時から美容師になりたかったんですよ。すごいすごい、うん、すごい意志固いんですよね。意志固い、出ました、長所。そう、それしかない。いや、なんとも言えないんです。続けてください。リアクションのそのいっぱい出せない、この場では、うん、出ました、申し訳ない。で、まあ、ちっちゃい時からなりたかったんですけど、うん、あの一生美容師をしたいなって思ってて、おばあちゃんになっても自分の近くにいる人たちの髪を切り続けたいなっていうのがあるので、まあ、そのきっかけになったのがアグリさんっていう美容師さん、おばあちゃんになってもずっとハサミを持ち続けてた美容師さんがのテレビを見て、テレビのドラマですね、朝の連ドラを見て、あの頃から一生美容師をでやっていきたいっていうのがあったんで、私はもうずっとハサミを持ち続けてる同じですかね。ずっとハサミを持ち続けてる。いや、後出しじゃんけん的な。後出しじゃんけんじゃないですか。でもやっぱりこうね、やっぱ同じなんだね。私も同じ。嬉しい。何それ。なんか乗っかったみたいになってる。私も同じです。うん、とりあえず生みたいになってる。大丈夫。やり続けていきたいですね。あ、やっぱね、うん、本当に長いスパンで考えてますね。もうどう考えても一生の仕事ですからね。そうですよね。そうなんですよ、本当に。あとはどう頑張るか的な。あとはどう頑張るか。なんでやっぱりお客様と近い距離でずっとあの関係を続けていける美容師でいたいなと思ってます。確かに。深く深くね。深くね。はい、あら、奈良さんは、あ、そうだ、奈良さん一緒でみたいな。そうですね、すごくいい話が聞けたので次のテーマに行ってみますか。あ、なんか来てますか。さっき、お二人はおいくつですかって聞こえた。あ、年齢言っちゃってもいいですか。 ありがとうございます。ダメだ、自分で決めたことない。そうですね、あなたからあのごまかしていただいてもいいですし。びっくりした。いや、2人で道歩いてるといつも学生さんって言って声かけられるんですよ。本当に美味しい。美味しい。美味しい。え、それありがたいですね。見られてるのかな。質問すごい言われますよね。あ、質問ありがとうございます。ありがとうございます。はい、私たちの年齢はいくつでしょう。もうすぐ、はい、28になります。ああ、そうなんだ、はい、そうなんですよ、28です。やっぱこうなると思う、ね、いつもそう思うけど、ね、28です。28になっちゃいます、ね、まだ22、3かと思うよね。そうですよね。そうですよね。いや、本当に本当に。いや、でも出会った頃の年齢って、うん、止まっちゃうでしょ。止まっちゃうんですよね、うん、止まっちゃう。そうなんですよ。そうだよ、うん、そう。でも、ね、嬉しいです。私早く30になりたいので。私もなりたいんですよ。それどういった心境かすごい知りたいんですけど。二人とも言ってます。30早くなりたい。なんで早くなりたい。なんですかね、なんかこう、まあ、いろんな現場とかでもそうですし、まあ、雑誌でもそうですけど、30代の女性が輝いてるので、すごーい、あの、すごく憧れとともに、そういう30代を迎えられるように、まあ、今は準備期間なんですけど、なんかそういう気持ちでいるんですよ。30代早くなりたいな。なりたいよ。なんかあるじゃないですか、28、あーともう2回やるねとか、そういうの別にどうでもよくて、なんか早く30になっちゃいたいんですよね。すごいね。早くなりたいです。結構少数派だよね、多分きっと。多分そうだと思います。でもなんか30代憧れです。すごい、そう言われている30代の人たち素晴らしいですね。いや、本当に綺麗ですし、30代になってからの方が輝いている女性の方が多いと思うんですよ。なんか、あ、でも社会的な花の開き方とか自分らしさが見えてて、
表現の仕方とかっていうのはすごくやっぱりお客さん見ててもそう思うよね。そうなんです、そこに早く行き着きたいんですよ。あ、花の30代的な感じですね。はい、そうですね。話を聞いてるのためには今ね、頑張って。そうなんですよ。はい、なので私たちは前向きでいいな。ここでちょっとあれ何20歳かと思ってました。どっちですか？あらいですよね。私の方がまだちょっと、私23歳くらいでいつも言われます。20歳。2人とも同じくらいで見えるよ。え、本当ですか？同じくらいですね。まあ、これは知ってるからかもしれない。あ、そうかもしれない。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、20歳。誰から来てるんですか？コロコロさん。コロコロさん、コロコロさん、コロコロさん、ありがとうございます。ありがとうございます。28です。28です。え、まあ一応俺も冷静だけどね。あやさん、おいしい。いやちょっとね、僕はね難しいとこですよ、乙女なんで。乙女ですよね。そうですね。でもお肌ピチピチですよ、山さん。本当ですか？最近頑張ってます。あんま頑張ってないけど。はい、僕ももういいお年になりました。はい、もうね39ですね、確か。はい、確か39です。だったと思います。そうなんですよ。来年も40。はい。おやさん、40っぽくない。ぽくはない。いやいや、ぽくはないともあれはない。でもなんか、まあ男性なので、年に対するこだわりそんなないですね。若くいたいとか。本当に本当に。あんまりこう、ちゃんちゃらおかしいですけども嫌じゃないですか。すっごい若そうに見えるとか。はい、結構意識してます。私たちが入社した時から、大人な感じがしました。大人だったんじゃないかな。実際。ちょっと困るな。いや、私たち入社した時。何年目だって5年とかでしょ。お前さんずっとスーツで。はい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 。そうですね。そうなんですよ。まあ。すごい大人な男子だな。でも全然ね、やっぱりね。大山さんっていうとイメージ、私テンガノーハットに金髪に、はいはい、っていうイメージ、過激だ、のイメージが結構強かったですね。ありましたね。中盤です。すごいかっこよかったですよね。あ、本当。はあ、あの時結構ダイエットしたからね。 あの時すっごい大山さんのお客さんからシャンプーとかしてたじゃないですか。私、お客さんですよ、私あの大山さんすごい好きなのっていう声を聞いてました。いや、あの頃、いいような悪いような感じですよね。大山さんといえば、でもなんかいろいろダイエットとかいろいろ話しますよね。はいはいはい、ダイエット得意ですよ。おダイエットって言えば僕ですね。すごい、いろいろやってましたよね、なんかずっとやってるね、あの女子高生レベルにずっと痩せること考えてる。実らないんですけど、今は割とね、まとも体重に減ってきたんですけど、もう一段落いきたいんですけど、すごい。でもね、あれ、やっぱり皆さんに声を大にしていたいのは、無理なダイエットをすると、必ずリバウンドします。しますね。はい。で、ダイエットする前よりも太ったりしますので、続けられるってことを前提に考えてみましょう。はい。いや、本当に。ダイエット講座。ダイエット講座。いや、でもやっぱり男は一番、手出すのが炭水化物抜き。あ、そうなんですか。簡単なの で効果がすごいあるんですよ、本当に。朝昼晩抜くとかなり痩せますね。本当に。ただね、なんかこれはいろんな説があって、そんなことないよっていう人もいるんですけど、糖質が脳にいかないので頭が働かないっていう説が結構有力で、確かにやってる時はやってなくてもそうなんだけど、ぼーっとしちゃう。ぼーっとしちゃう。で、あとは、あとね、一個ネックがあって、炭水化物ダイエットをするときは、風邪をひきやすいですね。ダメですね。免疫めっちゃ落ちてて、風邪ひきやすいので、冬はしない方がいい。ダメなダイエットです。あ、そうだね。風邪はひいちゃダメ。あんま参考になってないね。やめましょうって。ダメですね。あと一回ね、ギムネマダイエットを2手出したことがあって、だいぶ前ね。10年以上前だね。ギブネバダイエット、流行ったんですよ。キトさんの後にギブネバが来てて、大箱とかもあったんですけど、ギブネバに手を出した時は、キトさんの時もそうなんですけど、キトさんアフターダイエットってのがあって、あ、聞いたことあります、ね。食べた後に飲めば抑えますよみたいな。それも飲みましょうっていう量の3倍飲んでたんですよ。で、3倍食ってたんですね。で、ギブネバの時も3倍食って3倍飲んでたんです、ギブネバを。それ効果あったんですか？出したらね、1週間後に全身にブツブツができちゃって。あの、両方はやっぱり守った方がいいね。
それはよくお客さんに、お客さんにはやっぱり両方は守った方が良くするよっていう。さすが伝説がいっぱいあります、ね。ダイエットはいっぱいあります。失敗談しかない。今。さすが。成功ではないな。失敗談。でも失敗談を聞いて。そうですね。っていうことね。でも大山さん基本すごいストイックですよね。え、何に対して？いや、実はダイエットです。ああ、そうですね。イカばっか食ったり、ね。あ、そうですよね。うん、ストイックだけどイカ臭いとかね。バックルームで食べてても、あ、これ食べちゃダメだとか、こればっか食べんだよみたいな。あ、そう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 。なんか炭水化物抜きの時です。ですよね。すごかったですよね。ささみとかじゃなくてイカなんですよね。イカあり。はい、あ、ちゃんとしてるね。すごい。長崎さんのことを一言で表現してください。お、一言。大原さん。大原さん。大原さん。ありがとうございます。ありがとうございます。大原さん、三重の美容師さん。あ、じゃあ、ね、大山さん、あ、大山さんじゃない。長崎さんの出身、三重ですね。三重。一言で言うと。一言で言うと。何だろう。一言。長崎さんの一言。一言で言うと、何ですかね。なんだろう、笑い？あ、笑いだ。笑いか。俺はそう感じないな、そんなに。笑いはすごいけど。笑いを俺はね、あれだね。笑いを取ることにもなんか一生かけてる感じが私にはするんですよ。あ、一生かけてるかどうかとしてはかなり頑張ってる。でもなんか一生かけてないわけで。でもこの間の、うん、あの火曜日のセミナーでも結構ぶっ飛ばしたらしくて会場がついてこなくてあ、やっちゃったみたいなのがつい最近もあったらしいですね。いや、彼はその辺に関しても天才ですから、はい、そうですね。一言とね、なんか長いちょっとあれちゃん一発一言ですよね。野崎さん見てないか、見てな ない今日打ち合わせって言ってましたもんね。でもなんか、普段は長崎さんって言ってるんですけど、一言じゃないですけど、ヒデって感じです。ああ、一言だね。ヒデって感じ。シャーロ。え？シャーロ。何でしたっけ、シャーロ。何ですか、それ。長崎さんは、人にこうした方がいいよ、うん、こうした方がいいよっていうのをすごい言うんですよ。谷口はこうしてった方がいい。いいところをすごい拾ってくれるわけですよ。素晴らしいな。新井ちゃんのいいところはこういうとこだから、こうしてった方がいいよとか、うん、そういうアドバイスをすごいくれる方なんですけど、お客さんとかもやってるね。そう、占いっぽいことしてます。プロデューサー的な感じもあるね。プロデューサー的な、あ、シャーマンって言ったかな。シャーマン、そう、シャーマンです、シャーマン。なんかね、シャーマンです。何を言いたいのか全然わかんなかった。シャーマン、今ね、シャーマン解読したわ。シャーマンって、シャーマンってワンピースに出てくる。アネスさんなら大体わかるんで、僕は。はい、そうですね。でも、この間もなんか営業中に恥ずかしいね、女性のお客さんに、君ね、近いうち結婚できるか大丈夫だよとか、なんか予言してました。当たるか、俺が言うの当たるからみたいな。私31歳で子供産むって言われました。2人同じ時期に子供産む、すごいよそれ。聞いてる？聞いてなかったなんか同じ時期に子供産むなって言われました。そう言われました。まあいろんな意味でそれはいろんな意味ですけど、はい、サロンのね、あの、なんかね、はい、同じ時期に生まれてもね、大丈夫かな、困るかなシャーマンです。シャーマンです。シャーマン、シャーマン、一言で言うと間違いないですね。だからシャーマンね、シャーマン確かに。はい、大原さん大丈夫です。大原さん大丈夫ですか、こんな声。シャーマンね、確かに。シャーマンです。で結構いろんな人が多分相談してるよね。そうですね、結構ね、すごく目線がちょっと人と違う目線持ってるんで、そうです、ね、だいぶ違う目線持ってる。面白いですよね。はい、本当に、うん、僕もいろいろ相談します、多分。はい、本当ですか。します、本当、うん、めちゃめちゃしますよ。特にセントラルの方よくしてましたね。へぇ、してました。私たちが知られば切り口が全然違うから。そうなんですよね、思いもやらぬところから来るので、うん、あ、そういう発想があるんだ。うん、そう、確かに、それがいい。どうしました？うん、大丈夫。なんだって何？有志会でしょ？ちょっとね、あ、司会。お願いします。はい。で、次ですね。次の質問テーマ。どっち？美容師にとって大切なことは何ですか？それからなの？何、はい、見てる。私たち、すみません、ここで宣伝です。あ、宣伝して。あ、もう宣伝？はい。
いいですか、今ましてどうぞ。あ、すごい来ましたね。今すごい、今すごい来ましたよ、なんか突然大山さんにこう考える余地を与える。あ、違うんです、違うんです。優しさ的な。違うんです、嬉しいけど。これからあの裏美容師名鑑 TV じゃなくて、あ、ですね、で、あの新井と私で番組を持たせていただくことになりまして、はい、でこれからあのいろんな先輩方を呼んでいろいろ聞きたいんですよね。はいはいはい。私たち20代をどうあの過ごすかによって30代輝けるかが決まってくるので、本当にあのたくさんの先輩美容師さんたちにお話を伺っていきたいなっていう番組にしていきたいなと思ってますので、はい、質問たくさんしてますので、はい、はい、お願いします。お願いします。ああ、そういうことね。はい、勉強させてもらいます。美容師にとって大切なことは何ですか。はい、すげえ難しいね。難しいですね、これは。ざっくりしてるので、ざっくり、大切なことって何だろう。お客様ですかね。いや、違う、わかんないけど、そうだけど多分本質的な部分なんじゃない。相手のために何ができるかをちゃんと考えられるとか、嘘を偽りなくやれるとか、そこさえ、そこがずれてるとある程度まで成功してもダメな気がすごく僕はしていて、まあ、適当に表面的に上っ面だけで、いい接客ができるかもしれないし、いい技術ができるかもしれないですけど、ボロがやっぱり出てきますよね。本質がダメだと。なので本当のこう美容に対する思いとか相手に対する思いがしっかりとこう自分の血になり肉となってなければ、やっぱ出ますよね。余裕がない時にはダメとか、なんか雑になっちゃう、なんかそういう存在な態度を取ってしまうっていうのが最終的に出てくるのかなと思って、基本的にそこに10代のうちに鍛えておかないと、年取ってからなかなかそこの辺のメンタリティを磨けないかなと思ってます。メンタリティ鍛え中です。鍛え中です鍛え中です。いや、でも元々、鍛え中です。そういうスキルはね、高そうですよね。鍛えます。ね、鍛えなきゃ。私どんな、どんなダメなの。あらいちゃんはかなりあると思います。メンタリティ、メンタリティ高いと思う。メンタリティ、あ、ほんと、ほんと頑張ります。高い、頑張ります。ありがとうございます。あ、終了終了終了系でいい笑ってるよし。じゃ、せっかくなんでちょっとダーリングの、あ、そうですね、内装的な、内装的なのとか、あ、そうですね、ちょっとせっかく見ていただいてるんで、ね、これはどういう感じでご案内系でいいですか。はい、じゃあ移動します。どっから、入り口から、入り口からは来たので、からの、ここからです、からのですね。ちょっとね、まだすごく綺麗にしてないんですけど、はい、こちらがね、レセプションになります。めちゃめちゃ隠れてますけど、はい、銀座店の服部剛くんです。剛です。服部です。剛ですな、服部です。変化球だね。アシスタントです。アシスタントです。手腕で、ここで受付をしています。ここで、ここは受付ですか。はい、ね、受付です。受付です。かわいいですね。まあ、クジャクの羽などもありますが、うん、ね、まあ、こういう、まあ、こういうのは全部ね、あのロンドンで買ってきました。すごい、こういうの。ロンドン、カムデンタン、ね、カムデンロックですか。詳しいことはウェブで、はい、本当ですか。ちょっとよくわかんないから突っ込まないよ、うん、でかそういう感じです。で、こちらでちょっとお待ちいただくスペース。これが懐かしい、ね、セントラル店の椅子ですね。そうですね、ここでも大活躍中ですよ。ねえ、座り心地抜群です。からのシャンプーブースかな。シャンプーブースは、7台。あ、一応ここはなんかちょっとね、フロアがトラディショナルをイメージしていて、シャンプーブースはそのリラックスできるということで中庭っていうイメージをしてたんですが、意外とやり始めると照明が暗いのがハマる、形になってたので、ちょっと洞窟的な、洞窟っぽいですね、感じになってます。はい、ここに
写真をつけて。絵が置いてあっておしゃれですね。そうですね、これイタリアとかそういうところの写真が、ね、置いてあります。かわいい。ね、綺麗です。そうですね。からのフロアですね。はい。で、こちらがフロアの。全部で15面あるんですけど、額縁がね、4種類変えてます。これはロンドンから空輸して、はめてます。中の鏡は日本製の方がいいので、日本製の方に変えて使用しております。すごい、すごい、かわいい、かわいいですね。あ、ネイルブースですね。そうです、そうです。あ、できたんですね。はい、ちょっとね、ちっちゃいね、ネイルブースになるんですが、基本はお客様が施術中にできるように、ここに座るわけですね。そう、ここに座るんですけど、あ、これはお客様、お客様座るところなんですが、基本的にはね、セット面とかにも移動してできるのがメインでやってるので、ネイルブースを大きく作ってません。はい。あ、そっか、そうですね、はい、同時施術用的なネイルになってます。可愛い、いいです。で、まあ、一番の席はここですね。特等席ですか。はい、ここどこです。ここの、はい、あ、じゃあ私座ってみます。これもロンドンから空輸した額縁がありまして、はい。で、やっぱりこうロケーションがいいんですよ。外を見れば、はい。銀行が見える。違うでしょ。プラダだ。そうですね。そうそうそう、よく読めました。すごい涼しくて気持ちがいいですね。はい、ここは本当に、なんかいいですね。日本じゃないみたい。変な笑い方しちゃった、思わず。なんか日本じゃないみたい。すごい、まあ、結構ね、いい感じで、いいですね。風が気持ちいい。風がすごい気持ちいいですね。本当でございます、ここは。これはいい。私たちこの間髪の毛切りに来たんですけど、こっちの席に座らせたのにも、はいはい、いやちょっと当店でも、そうですね、ビッグ席みたいな、ビッグ席になってる。まあちょっとね、お客様によって差別じゃなくて区別してるので、はい、申し訳ないです。はい。差別じゃ、農民じゃん。平民で。平民というかね。いや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 。ね、まあ今度来たらこちらで。ありがとうございます。すごい。ポリッチ、すごい、いいですね。いいですね。そうそうそう、なかなかいいですよ、本当に。お客様に好評です。まあ、この席本当ね、うん、正直、最初に来た人を座らせてるので、最初にこっちから埋まってしまうので、しょうがないです。そういうことですね。そうです、そうです。そういうことみたいです。そういうことみたいです。以上、以上で。そんな感じですね。ダーリン、ダーリン店内でした。でした。あ、定位置に、定位置に、定位置にお戻りいただいて。あ、時間過ぎるの早いですね。早い。あ、本当だ。もうあと15分くらいしかないので。さて、MC 難しいですね。MC、はい、谷口さんが普段やらない MC をやってくださって、はい、私喋りがすごく苦手なので、頑張れ谷口って。頑張って、はい、頑張って。はい、じゃあ次テーマ、じゃあどんどん、あ、そうだね、質問していってもいいですか。はい、お願いします。お願いします。はい、技術を向上させるためには何をすべきでしょうか。めちゃめちゃ硬いな。硬い。また戻ったんだね。はい、技術を向上させるためには何をすべきですか。何をすべきですか。え、私な、学ぶんだよね。あ、まあ、俺、あ、いや、やっぱあれじゃないですかね、学習じゃないですかね。学びですか。学んで習得することじゃないですかね。練習して、練習もなんかやみくもにやってもダメじゃないですか。で、学んだだけでもダメなので、まあ、正直やるしかないかなっていうふうに、うんうん、教えてもらうことも大事ですけど、自分自ら学ぶっていうところがキーかなっていう。野さんでもすごい学びの姿勢がすごい高いなって私感じてました。ああ、そうですね。だって学ばないと何ももらえないので、自分の中に。すごいですね、その姿勢はすごいですね。なんか、なんでそんなすごい、なんか一年言ってみてる。私すごい感じてました、それ。本当、一
一例いやでもやっぱり学習に関しては上下関係ないんで、そんな感じはすごいするんです。後輩にもなんかいやそれすごいなって多分思ったことは質問してみたいな感じはすごい、はいはいはい、めっちゃそうですよ、じゃないとないじゃないですか先が、素晴らしい、勉強しないとね、はい、しなきゃですね、はいはいはい、厚木行けば司会は谷口さん、谷口さん自由に自由に、自由に、じゃあ愛さんにも技術を向上させるために何をすべきか教えていただきましょう。やっぱ練習じゃないですかね。練習ですよね。練習とでもやっぱりあとはアシスタントの時よくやってたというか、やっぱり見るって大事だなって思う。見るね。でもなんか見る視点がやっぱ大事なのかな。ただなんかぼーっとして見てるんじゃなくて、自分の頭の中で考えてとか、そうだね、なんかこう自分の頭、脳みそとともに見て習得して実践してが一番なんかためになるなーって思いながら勉強をするのが好きですね。好きですね。それが好きですね。確かにボート見てても全然勉強にならないもんね。はい、ボートもないです。なんか自分の脳みそが覚えてないで結局は全部出てちゃうんで、聞いててもちゃんと理解しないと全部出てちゃうんで、結構私覚えられないのでメモ取るのとか、やっぱそういうのはまめにしてって今でもしないと気持ち悪かったのとかあります。本当一瞬で忘れちゃいますもんね。あれキャッて飛んじゃう。でもなんかですよね、って思って谷口さんも、ね、逆に私ですか、でも見ること大事ですよね。私イメージ、お家とかでこうイメージすごいする。大事で、イメージするね。イメージするね。イメージしてこうお風呂とかでボーッとこうイメージするのが昔からすごい好きなんですけど、イメージすることを次の日形にできると、なんかできた時の習得がすごい大きいなって思うんですよ。でも大事だよね。そうですよね。イメージないと意外にイメージしてたことができなかった時って、もっとやろうもっとやろうって感じ。お風呂分かる。スポーツ選手って、スポーツ選手ってなんかこうイメージすごいする。イメージトレーニングするよね。美容師も一緒だと思うんですよ。なんか手をたくさん動かして3日で忘れちゃう技術だったり、忘れちゃうって言うじゃないですか。でそれはすごい自分の中でイメージすることを一番大事にしてるかもしれない。それいいですね。だからイメージトレーニング、なんでできなかったっていうとかをすごいイメージしてで技術を、その場で考えることもすごい大事だと思う。常にこうイメージすることが私は大事かなと思います。なんか勉強になっちゃった。なんでしょう。二人の得意な技術は何ですか。誰ですか。石さん。石さん。違う。上に書いたんだ。鈴木さん。鈴木さん。鈴木さん。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがですね。鈴木さん。ダブルトークのファンですよね。間違いにファンだよね。はい。間違いにファンだよ。間違いにファンだよ。鈴木さん、ありがとうございます。鈴木さん、ありがとうございます。ありがとう。今、喉が詰まってる。緊張してるんですよ、自分は。すごい。とりあえず。彼のハイテンションですか、とりあえずなんか。今日一番のハイテンション。得意な技術。やらないと。何ですか、鈴木さん。鈴木さんは確かカラーリングがすごい得意ですね。そうですね。鈴木さん、ホイールワーク得意ですもんね。あ、やってもらってたのね。うん。もう消えちゃった。消えちゃったんで、また。ステルス的な。もう消えちゃった。ステルスホイールワーク。あ、別にディスってるわけじゃないですか。ディスはいらない。続けて。続けて。あ、でも、最近、シャンプーをすごくするんですね、営業中に。そうそう、カナンに移ってから、やっぱりアシスタントが一人しかいないので、自分たちも、新井ちゃんとか、お客さんも私もシャンプーしますし、自分のお客さんもヘッドマンで
ので、うん、やっぱシャンプーする回数がすごく、うん、で、なんかこう前ってなかなかこうシャンプーを常にし続けるとかってあんまりなかったんですけど、今すごいやるようになってめちゃくちゃ楽しいです。おお、マジで。なんかこう楽しい。たくさんの反応がすごく嬉しくて。ダイレクトなんだ。ダイレクトですね。ああなんかいいね。はい、多分長崎さんはそこにハマさハマってます。もうこんな黒一緒に。今日もお客さんに、ね。うん、シャンプーされたの初めてですって、うん、長崎さんめっちゃ嬉しそうだ、ね、めっちゃやったみたいな、ね、すごい原点回帰だね、うん、はい、でも本当になんかこう自信が入るもん、ね、はい、シャンプーに対して。そうなんですよね、1年目の子がやるっていうのではなくて、お客さんを喜ばせるためだったら何でもやるっていう姿勢にやっぱなるべきだと思うんですね。で本当に楽しいですね、はい、本当に喜んでくれるんですよ。そうなんですよ、素晴らしい、はい、なんか最近得意な技術で、まあ、他で多分聞いてたと思うんですけど、まあ、シャンプー結構得意かもみたいな思うようになってきましたね。あで、マッサージとかめちゃくちゃ言えば、なんか褒められると、あ、なんかついてきたのかななんかこう、シャンプーマン時代を思い出すような感じなんですけど、なんか最近シャンプー楽しいですね。楽しいよね。シャンプーだ。シャンプーでしょ、こちら。すごいね。すいません、8年目にもなってシャンプーとか言い出してすいません。求められてないよね、その答えは。まあいいけど、はい、でも大事ですね、大事。どうですか、鈴木さん。鈴木さん、もっとデザイン的な質問でしたよね。すいません、すいません、シャンプーです。シャンプーですね。シャンプーです、はい、シャンプーです。シャンプーです、シャンプーです。あるいは最初から入社一緒。一緒です。入社一緒です。で、8年間ずっと一緒。店違い。店が最初違う店舗だったんですよ。どっからか一緒。セントラルで1年ちょっとなの。そうです。私が4年目の時に青山店から移動してきて、でその時1年一緒に働いて、はい、その後私が原宿店に移ったんで、一緒に働いてたのは1年だけです。その一緒に働いてた1年間に知ったお互いの今だから言える話。ああいいね。ミス、トラブル。ああそれは、これは山ほどありますよ。私多分いっぱいあります。でも谷口さんはいっぱいある気がする。でもカメラなんだよ。一つすごい面白いのがあったんですね。私すごい、あ、やっぱりこの子のこと分かってんなと思ったのが、谷口さん行方不明事件があったんですよ。ああ、あったね。なんかいなかったんですよ。行方不明だったんですよ。何でしょう。行方不明。専門店ですごく広くて、まあ、あちこち隠れるっていうか、まあ、消えようと思えば消える場所があるんですけど、本当にみんな探せなかったんですよ。谷口がいないみたいなので、いなくて、で、まあ、でも、まあ、原因は、体調が悪かったっていうのもあったんですけど、まあ、体調が悪くても、ちゃんと言って、帰るなりした方が良かったんですね。なんですけど、彼女は、まあ、さっき言ったじゃないですか、マイペースだけど、結構こう、自分がこうだって言ったらやるじゃないですか。でも、とりあえず、具合が悪くても、店に残りたいっていうのがあったらしくて、非常階段の上がってないところで、倒れちゃった。でも、そこで、発見して、よしと思って、私よく見つけたなと思って、よくわかってる。なんですけど、おいみたいな、ダメだよ、そこ寝ちゃうみたいな。ちょっと休憩したらすぐ戻ろう。でも、みんなすごい、みんなすごい探してたから、でも、騒いでました。騒いでました。谷口が消えたみたいな。それはなんかこう移動してきて、あら、大変と思って。衝撃だね。そう、衝撃でしたね。ご迷惑をかけた。でも今大人になりました、谷口さんも。すごい大人になりました。っていう事件はありました。大人っていうかすごいな。消えた事件みたいな。結局でもその後帰ったんでね。帰りました。みんなに帰りなさいっていう。まあ、そう、帰るとこだよね。はい、懐かしい。なんかこうちゃんと最後までいなきゃいけない。うん、ね。でも見つけた瞬間結構びっくりして階段でこう倒れてたんだ。みたいな、ちょっと行き倒れ的な感じ。そうでしたね、行き倒れしてましたですかね。あれは花江ちゃんの花江ちゃんってあん
ないですね。あるよ。卒なく。あったらすごい俺、嬉しい。怖い。知られざる新井さんのこと。ないです。あちゃんと卒なくこなせそうな感じ。あんまないよね。あ、本当ですか。たまにチョコレートとか揚げをするすごい嫌だと思う。チョコレートとかは、そうです。お客さんがお土産でいただいても食べれなくて。すごい、でも笑顔でいただいて、ありがとうございます。で、後輩が食べてみたいな。皆さん気をつけて。あんこしか食べれません。あの笑顔は嘘ですよ。でも気持ち悪いんですけど、あのこうおしゃれすぎるのが食べれなくて。私この間聞きました。新井ちゃんがお客さんと話してるのを聞いてたんですけど、あのチョコレートの匂いを嗅ぐと吐き気がするんです。すごい。全然だ。ダメなんですよね。なんかこう素朴なのが好きです。はい、素朴なのがいいですね。働く前から2人で遊んだりとかよくしてたんで。そうですね、違う店舗だったんですけど、なんかこう初めて会った時から同じ名前とか、うん、誕生日が一緒とか、あと使ってた携帯が一緒とか、なんかこうね、偶然あったり。そうで、そう、偶然京都で会ったんですよ。すごいね、はい、ちょっと運命的なものが。私出身が京都なんですけど、新井ちゃんが家族旅行で京都に来てたんですよ。で、私普通に友達と待ち合わせして道をこう歩いてたわけです。そしたら、4人組の迷子が目の前にいるわけですよ。ふらふらと。こっちと思って、ね。あれ新井ちゃんだと思って、なんで京都、あ、そういえば旅行来るって言ってた。メールしてたんですよ、京都行くの。来るっていうのは聞いてたんですけど、そしたら、新井家族に会ったわけです。地図持って、で迷子になってて、2駅分ぐらい違う場所にいて、全然違う。そうなんですよ、京都を学んで。会うのもすごいけど、二駅違うのもすごいね。二駅違うってすごいね。すごい一生懸命地図見てて、新井ちゃんって聞こえたんですけど、京都で新井ちゃんって呼ばれるはずないじゃないですか。で、普通こっちでずっと見てた妹が、あれ呼んでるよみたいな。ねえ。すごい。いろいろと運命を感じる。はい。すごい。じゃあここにね、やってるのもね。そうですね。偶然であり。はい。よろしくお願いします。そね、最初11時だよ。あ、本当だ。もう終わりですか。終わり。終わり。これって閉めますか。まあ、いいですよ。閉めたいタイミングで。あんな感じなんですか。すごい。すごい。見られてます。閉めじゃない。閉めようね。閉めますか。楽しくなってくる。で、ベタベタ。まあ、まだね、はい、来月で。そうですね。そうですね。5月から。そうだよ。また、はい。新井と、はい、はい、私谷口で、素晴らしい番組を覚えて、小山さんみたいな感じでゲストを招いて、いいね、今後ちょっと、まあでも女性美容師さんに声をかけさせていただこうかなと思って。あ、その方がいいかもしれないね。その方がいいってわけじゃないけど、その方がいいかもってわけじゃないけど、いいかもしれないね。はい、もうその今キラキラと輝いてらっしゃる女性美容師さんにもお話をお伺いして、近づきたいもんね。近づきたいっていう。ああ、それはすごく勉強になると思う。そうなんですよ。あ、どうし、素晴らしい。同性はやっぱいいね。めちゃくちゃすごい美容師になれるから。ありがとうございます。まあこれ今後ね、5月からちょっと頑張って、5月から、はい、ちょっと頑張っていきたいと思いますので、はい、いいと思う。また見てください。見てください。ありがとうございます。あ、ということで、これはもういいですか？はい。はい、言ってください。はい、ということで、ここまでお送りしてきました。第42回裏美容師名鑑 TV、皆さんいかがでしたでしょうか？というわけでお時間となりましたので、ここでお別れしたいと思います。なお、本日の放送は Ustream にてストリーミング放送もしていますので、見逃した方はそちらでご覧ください。来週はレギュラーの美容師名鑑 TV が放送されます。そちらもお楽しみに。で、さて本日お送りしましたのは、カナンの谷口と、新井と、ダーリングの大山です。それでは、さようなら。